乃木坂46の久保詩織が、24日放送の、乃木坂46のオールナイトニッポン、日本放送、毎週水曜25時に出演。ゲストで出演した弓木奈緒とのエピソードを明かした。久保詩織、弓木奈緒は、不器用すぎて面白い、弓の木について、不器用すぎて面白い、と楽しそうに切り出した久保。久保が体調を崩した際、弓の木が久保の写真を使い、私の写真なのに私が吹き出しで、久保さん大好きって言ってる画像を送ってくれた、などと、優しいながらも天然な一面があると口にした。これに弓木は、久保さん、後輩に、お近づきの印に全部触ってくださいって言ったじゃないですかと解雇。しかし弓木は25歳で、久保の後輩に当たるものの23歳の久保よりは年上。そのため、年上だけど後輩に入るし触っていいのかな、どうにかして仲良くなりたい、でも触っていいかな、と考え込んでしまったものの、勇気を振り絞って、泣きながら臀部を触りに行ったと振り返った。弓木奈緒、久保詩織の尻を触った途端に号泣。久保もこの時のことは強烈に覚えている様子で、笑いながら、ステージ上でやっていいよ、お尻を触っていいよ、ってことだったのに、ステージはけた途端に、久保さん触っていいですか、ってと、弓の木が思っていたのと違うタイミングで触りに来たと口に、そしたら、触った瞬間にわあ嬉しいって泣き始めてと、まさか自分の尻を触って泣き出すとは思っていなかったため、かなり驚いた様子で振り返った。弓木もその際を、まさか涙出るとは思ってなかったですけど、結構勇気出したんで。とにかく久保が大好きで仲良くなりたいためだったと説明。久保は、弓の木が様々な番組に出演し、いろんな人と交流があるはずなのにシャイというか、と先輩として驚きつつ弓の木について語っていた。Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.